ただいまより執行会例会を開会いたします。まずはじめに麻生太郎会長からご挨拶。それでは執行会特別顧問相沢秀樹先生、元事務次官、現在市役所長官等を歴任されました相沢秀樹先生、今日午前6時44分逝去されておられます。去年99歳、長い間お世話になった先生であり、黙祷を捧げたいと思います。黙祷。お直りください。お大丈夫ください。それではおかげさまで先週参議院の代金に出席といましたので、先週は出られませんでしたけれども、まず新年度の政府予算につきましては、皆さんのおかげさまをもちまして無事3月年度内に成立ということを見ることができております。改めまして衆参両院の予算委員会の方々はお見えですけれども、皆さん方もお世話になりました。各委員も心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。また通常国会もこれまでで一つ大きな山を越えた気になりますとなりますが、気を抜くと常に問題が起きるんであって、常に緊張感を持ちつつそれぞれ務めを果たしてもらいたいと改めてお願い申し上げます。さて、統一地方選挙前半の投票日が迫っております。この日曜日ということになりますが、それぞれ地元で精力的に活動されておられるので今日の出席も少ないんですけれども、まあ会議は最初の3分、選挙は最後の3日、よく言われる言葉でもありますので、ぜひ最後の最後までできる限り全力でご地元の県会議員等々の力をよろしくお願い申し上げます。また衆議院大阪12区の補欠選挙も、いわゆるこちらは告示まで5日となっておりますので、これは地元の選挙とはちょっと違いますけれども、大阪12区北川新平候補への支援というのを重ねてお願いを申し上げております。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは